はい、お疲れ様でございます。今日のね、お話はですね、私、1年半ぶりに実家に帰省することになりましたということで、まあ、帰省する理由をね、お話ししてみたいなと思います。まあね、今もね、今お伝えした通りなんですが、1年半ぶりにですね、今回ね、実家にね、帰省することになりました。まあ、1年半ぶりということで言うとですね、前回帰省したのが2020年の1月なのでね、もう1年半というよりか、もう1年半以上ですね、経ちますね。はい。まあ、前回帰省したのが2020年の1月なんで、その時はですね、まだね、新型コロナウイルス騒動っていうのはね、まだね、流行ってない時でございました。ちょうどね、記憶しているのが、中国の武漢でね、これから、まあ、新型コロナウイルスっていうのはね、蔓延してて、ロックダウンになるんだよ、みたいなね、ニュースがね、流れてるね、時でした。まあ、なんか中国ではね、変なね、ウイルスがね、流行ってんだな、これね、日本に来なかったらいいのにな、みたいなね、ことをね、考えてたんですが、ところがね、まあ、今ね、この1年半、まあ、こんな状況になってる。まあ、今のね、まだ新型コロナね、感染拡大がね、続いてるっていう状況がね、続いてる状況でございます。まあ、そんな中でね、まだね、私の住むね、この岡山県もね、まん延防止、措置っていうのはね、まあ、発令されてるところなんですが、ちょっとね、まあ、やんごとなき理由でですね、実家にね、帰省しないといけなくなりました。まあ、それはなぜかと言いますとですね、私のね、実家、まあ、高知の実家にですね、まあ、90歳を超える祖母がいるんですが、ちょっとね、非常にね、体調的に、まあ、あんまりね、よろしくないというところもありまして、まあ、実家のね、両親の方からですね、まあ、ちょっとね、帰ってきた方がいいんじゃないかっていうね、まあ、連絡を受けてですね、今回ね、帰ることになりました。あさってかな、9月の、今ね、このね、動画を収録していますのが、9月の21日なんですが、あさってのね、あさって、しあさってか、9月の24日のね、金曜日にね、ちょっとね、実家にね、帰省しようかなというふうに思っているところでございます。まあ、とはいえね、こういうね、まあ、コロナ、禍なんでね、家族でね、帰省するんじゃなくて、私一人だけね、ちょっとね、帰省してこようかなと。まあ、帰省といってもね、ちょっとね、祖母のね、様子を見てですね、まあね、まあ様子見て、ね、すぐ帰ろうかなという感じでございます。ということでね、まあそんな感じで、まあね、90歳を超えるね、祖母なんですが、まあね、1年半前はね、非常にね、元気にしてたんですが、この1年半でね、一気にね、まあ、衰弱してしまったみたいでございます。とはいえね、じゃあね、祖母、非常にね、まあ、ほとんどね、病気をね、したことないっていうね、まあ、人でね、今もね、特に、ね、何かね、その病気、まあ、何か病を患ってるかというと、そういうわけではないんですよね。ただね、じゃあなんでね、今ね、そんな状況になってるかというとですね、どうもね、やはり、まあ、要因としては、この新型コロナウイルスがね、まあ、新型コロナウイルスにね、かかってるわけではないんですけど、やっぱりね、この新型コロナウイルスによってですね、まあね、外出することがね、極端に減ったっていうのがですね、まあ一気にね、体を弱らせたんじゃないかなというふうにね、うちの両親なんかも言っておりました。というのがですね、まあここでもね、書いております。この生活、不活発っていうのにね、ずっとね、この1年半の間ね、まあうちの祖母になってたようなんですよね。というのがね、新型コロナウイルスのね、このね、騒動が始まってですね、やはりね、高齢者の方、まあね、コロナに感染するとで、重症化のリスクが高いと。特にね、うちのね、祖母なんかね、90歳を超えてるってことでね、まあ、あんまりね、出歩くのはやめた方がいいんじゃないかっていうところでね、まあ、出歩くことがなくなって、まあ、つまりね、運動すること自体がね、なくなったそうなんですよね。まあ、もともとね、そんなにね、90歳超えてるんでね、そんなにね、外にね、アクティブにね、出るっていうわけではなくて、まあ、ちょっとね、デイサービスなんかをね、利用してたんですけど、そういったね、デイサービスなんかもね、まあ、一時期はね、まあ、利用できなくなってたそうなんですよね。するとですね、まあ、てきめんなんですが、こちらもあります。こちら、フレイルですね。虚弱がね、進んでいったということらしいんですよね。まあ、家にね、ずっとね、いるとですね、やはりね、運動することが少なくなる。ここにも絵にある通りなんですけど、まあ、ベッドでね、過ごして、まあ、テレビを見るっていうね、生活をね、ずっとね、続けたそうなんですね。するとですね、まあ、ここも書いてます。2週間の寝たきりっていうのはですね、失う筋肉量7年間分にね、相当するっていうね、言われております。まあ、一気にですね、この1年半でね、まあ、体がね、弱ってきて、そしてですね、今やね、食事もね、1日に1食ぐらいしか取らないっていうようなね、状況になってると。そしてね、自分でもね、自分で排泄自体がね、まあ、おトイレなんかも行けなくなってきてると。一回ね、なんかベッドをね、ベッドにね、から降りようとしたらしいんですけど、まあ、つまずいてですね、なんか骨折してしまったということで、自分でね、まあ、そうやってね、ベッドからね、起き上がることもできなくなってる。そんなに今ね、状況らしいんですよね。まあ、つまりね、ここのね、本当この、要介護っていうね、状況になってて、今、ちょっとね、まあ、母親の方はね、ずっとね、介護してるっていう状況らしいです。
まあそんな状況もあってですね、まあ、直接的にね、コロナウイルスにね、まあ感染したわけではないんですが、まあそういったね、コロナがまあ要因でですね、こういう生活不活発になり、そしてですね、フレイルがね、進行し、そしてね、まあ完全にね、寝たきりに今なってるという状況なんですよね。というところで、まあこういうのを考えるとね、やはりね、まあ新型コロナウイルスのね、なんていうんですかね、こう恐ろしさっていうのが、こういったところもね、現れるかなっていうところでね、思うところでございます。というところでね、もしね、皆さんね、このね、動画をね、視聴されている方のね、周りにでも、もし、高齢者の方いらっしゃるようであれば、もうすでにね、多分ね、ワクチン接種なんかもね、終わってる方も多いんじゃないかなと思います。まあ、ぜひね、家でね、ずっとね、こもってるっていうよりはね、やはりね、体をね、動かしてもらった方がいいんじゃないかなと。今ね、そのね、コロナで重症化するよりもですね、体をね、動かさないことによってですね、寝たきりになる方がね、まあ、より重症化のね、リスクっていうのはね、高いんじゃないかな。まあ、隔離時も高いんじゃないかなと思うんでね、ぜひね、もし、まあ、身の回りにね、高齢者の方いらっしゃるようであればね、ぜひまあね、朝とか夕方のね、散歩なんかね、ウォーキングなんかをね、するっていうのはね、まあ、推奨、まあね、した方がいいよっていうふうにね、お勧めしていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでね。まあ、ちょっとね、まさかね、こんなね、ことでね、まあ、一年半ぶりにね、実家に帰省するとはね、思いもよらなかったんですけど、またね、ちょっと帰った時にはですね、まあ、どんな状況だったかですね。あとね、まあ、帰省するといってもね、あちこちね、うろつくことはないんですけど、またね、まあ、一年半ぶりに、帰るですね、実家、高知、まあ、どんな状況だったのかなっていうのもね、まあ、もしね、この YouTube なんかでね、お伝えできればなっていうふうに思っているところでございます。はい。ということで、今日はですね、まあ、一年半ぶりにですね、実家にね、帰省しますよというお話と、あとね、なぜね、今回ね、帰省することになったかっていうね、理由についてね、お話をさせていただきました。今日のお話、面白かったなと、参考になったなと思いましたら、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録、まだの方ですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。ということで、今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。